ファーストディフェンスは、アメリカ合衆国生産の競争場、シュボバ。主な勝ち倉に2008年のフォアゴーハンディキャップ、ジャイプールステークス。2006年7月29日、サラトガ競馬場でのメイドン競争でデビューし、7着。2戦目で勝ち上がり、年をまたいで、アローワンス競争を2着、1着として、リステッド競争の、ロングブランチブリーダーズカップステークスをもかって、 キングズ・ビショップ・ステークスに駒を進めて、ハードスパンの2着に入る。ボスバーグ・ステークス7着の後は、休養に入り、翌2008年5月のオプショナルクレーミング競争で、復帰して1着となる。メトロポリタンハンディキャップ5着を挟んで出走のジャイプール・ステークスで重賞初勝利を飾る。アルフレッド・ジー・ヴァンダービルト・ハンディキャップ2着の後、フォア・ゴー・ハンディキャップを制して、 G1 競争初勝利を挙げた。続く2戦、ボスバーグステークスは7頭立ての7着、10月のブリーダーズカップスプリントも8等中最下となる8着という結果に終わり、この競争を最後に競争場を引退した。以下の内容は、イーカブイスの情報及び、記載法に基づく。5歳となった2009年より生まれ故郷でもある、ケンタッキー州のジュドモントファームで、 種ボバ入りし、初年度種付け量は2万ドルに設定された。初年度3区から2014年のエクリプス賞最優秀古品バのクローズハッチ図を送り出した。種付け量も2013年度は7500ドルにまで下げたが、クローズハッチ図の活躍を受けて2014年度は1万5000ドルに盛り返した。2016年にハイフスタットに売却され、 サウジアラビアに輸出された。ありがとうございます。